はい、どうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。ゴミデッキ製造マシーンリュウです。さあ本日なんですが、皆さんセレクションボックス向きましたかね。このセレクションボックス見にいろいろカード実装されているんですが、注目カードはね別の動画で出してるんで、よかったらそっち見ていただきたいんですけども、ボルカニッククイーンっていうモンスター、皆さんご存知でしょうか。このモンスター、遊戯王界最強の除去方法を持っていまして、これ何かっていうと、相手のモンスターをリリースできると。ラバゴみたいなもんですね。ちっちゃいラバゴーレム。この方は通常召喚できませんと。召喚ルールは、相手のフィード上のモンスターを1体リリースして手札から、相手のフィード上に特殊召喚できると。まあ、怪獣みたいな感じですね、イメージ的には。ただし、このモンスターを特殊召喚するターン、自分は通常召喚できないということで、まあ、ラバゴーレムと一緒です。完全に。その制約はね。で、このモンスターね、ちっちゃいラバゴなんで、1体リリースで出していくことができるんで、ラバゴって結局2体いないとね、出せないんですけども、こいつは1体でも出せるっていうことですね。で、効果は1ターンに1度、このカード以外の自分のフィード上のカードを1枚墓地を送ると、相手ライフに500ポイントのダメージを与えるよっていう効果を持ってるんで、まあ、これは相手が使うことになるんですけど、基本的にはね、相手が使って、500ライフをこっちに与えることができるっていうことですね。で、自分のエンドファイズ時にこのカード以外の自分のフィード上のモンスターをリリースするか、自分が500ポイントダメージを受けるということで、まあ、本当にラバゴみたいなイメージですね。はい、これ基本的にはラバーゴーレムの方が、まあ、外役デッキとかで使うのが強いんですよ。まあ、なんてかっていうと2体除去できるんで、こっちのモンスターはこれ1体しか除去できないんで、まあ、2体よりは1体の方が弱いんですけども、じゃあ今回はこれ何をしていくかっていうと、やっぱりですね、ゴミデッキ製造マシーンとしてはどうしてもやりたいコンボがありまして、これ相手の盤面に送りつけた後にこれ自分のフィード上に帰ってくることができるんですよ。これどういう風にやるかっていうと、所有者の刻印っていうカードですね。これはフィード上の全てのモンスターのコントロールが元々の持ち主に戻ることで、相手を除去した後に帰ってくることができると。でこいつ打点が2500あるんで、しかもなんかバンダメージ与えることもできるんで、一応なんで、まあ、バンダメージ与えた場合はあと残り1000になるんですよね、相手のライフが。だから、虚栄をぶち込んだりとか、あと一気加勢をしていくと、ワンゲン取れるっていう。今回、成功確率はめちゃくちゃ低かったんですけど、このデッキ。コンボパーツがね、まあ、4枚くらいあるんで、バック除去を含めて。なんですけど、決まるとですね、マジで1分くらいでデュエル終わります。スピードデュエルっていう、歌ってますけど、デュエルリンクス。マジでこのデュエルは本当にスピードがやばい。マジで見えない。早すぎて。早すぎて見えないワンキル速度。成功率はお察しみたいな感じなんですけども、早速ですね、ボルカニッククイーンっていうマジガチゴミ、モンスターによる最強最速ワンキル決めていきましょう。デュエル、スタンバイ。ガチで決まらん。このデッキガチで決まらん。助けてくれ、マジで。ガチで決まらん。あ、でもこれはちょっと強いな。強くない、ちょっと強い。これはね、回復力があるんでちょっとワンチャンありますね。しかもなんか、ハンド的には割とね、割といいな。フィールド魔法。ラバーゴーレムか、ガイアか。あー、だったらね、あいつ欲しいな。ボルカニックの方。ボルカニックの方がいいな。まあ、カイドローであるんで、一応ね、ディステイドローで、まあ、持ってくることができます。僕はボルカニック来てほしいなって、デッキトップ。モンスター効果発動。頼む、もう一人のボケ。1伏せで頼むわ。1伏せまで。1伏せまでで頼む。OK。カーソンドラゴンも OK。で、リューマドの騎士ガイアもそれも OK。守備表示か OK。OK。俺のターン。ドロー！来た。手札から速攻魔法発動。来た。来た。聖杯いいでしょう。おい、お前のモンスターをリリースして、お前のフィードに特殊召喚されるのさ、このモンスターはな。現れろ、ボルカニッククイーン。返して。返して。これで終わりだ。モンスターダイレクト。デュエル時間1分30秒。対戦ありがとうございました。俺の強っ。さあ、お相手の方、ハンドはなかなかに所有者の刻印が欲しいな。俺のターン。所有者の刻印ゲー。所有者ゲー。カードをセット。何でしょう。モンスターをセット。カードをセット。セットいいでしょう。さあ、所有者の刻印が来てほしいという人生である。来た。来た。ナイトショット発動。ナイトショットの効果によってお前のカードを破壊させてもらうぞ。
あ、気になるな。サイクロンかな。とりあえず お前のモンスターをリリースし、俺はお前のフィールド上にこのモンスターを東京召喚する。現れろボルガニッククイーン。そして返して返して。あ、多分サイクロンですね。一気火星を発動。ふん。バトル、これで終わりだ。モンスターでダイレクトアタックだ。このデッキゴミすぎない？なんだよこのデッキ。さあお相手の方、俺とゲームをしようぜ。さあ俺とゲームをしようぜ。おい、セルフ BGM やめろ。さあ、まあ、これもカイテロイドがあるんで、まあ、ワンチャンあります。フォトンバリッシャー、いいだろう。フォトンバリッシャーは、フォトンデッキにはラバーゴーレムって相場が決まってんだ。3体並ぶと若干めんどくさいですけどね。まあ、でも3体並んでも所有者の刻印であのラバゴビートが始まるんで、まあ、ワンチャンあります。ワンチャンあるのすごいな。破滅のフォトンストリームだろう。破滅のフォトンストリームはギャラクシーアイズフォトンドラゴンがいないと発動することはできない。さあ来い、いいだろう。ギャラクシオンな、まあいいだろう。飛行艇ギャラクシオン、いいだろう。飛行艇ギャラクシオン、てこいよな。普通にさ、こういえば2000以上のモンスターリリースして特殊化しろよ。いいだろう。こいつせこいんだよ。いいだろう。さあそれは許しやろ。さあどうする、カードをセット、いいだろう。さあ破滅のフォトンストリームも1枚セットしてくるだろう。さあどうする、もう1枚からセットするか。おっと悩んでいるな。おう、破滅のフォトンストリームが真ん中だな。俺のターン、ドロー。引くぜ、最強と。最強でした。最強すぎました。あまりにも最強。俺だろ、だからこれはゴミカードだと思うんで。破滅のフォトン、何真ん中なんだ。俺はお前のフィールド上のモンスター2体の魂を2件にお前のフィールドに特殊召喚してるのさ。溶岩魔人ラバーゴーレム返せこれ帰ってくるし、何回やってもおもろい。たまれポケがこれで決める。このデッキ決める時間めっちゃ短いわ。勝つにしても負けるにしてもな。さあお相手の方、モクバクか。俺の手札、モクバクなんだろう。魔法発動、発砲ベース、何？おざけんな、ご都合天下やめろ。魔法発動、火炎地獄、やばいやばいやばい、やば、何がやばやば。え、アバヨバブルバーンだろ。え、アバヨ修正されませんでした最近。これ何時代のデッキ、これなんか旧石器時代のデッキ使ってない、これ。残されている。あ、でもこれディスティニードロー入るな。手札から、革命、なるほど、強えじゃん。俺はでも戦略残ってる、大丈夫。バブルなんだ、スキル発動。あ、俺はでも待てよ、これ勝つ方法あんのかも。でっけモンスター浅いな。あ、待てよ、あ、分かった。あ、神ゲー起きるかも、これ。一気火星さあ、これやばい、これやばいこと起きるんじゃない、これ。行くぜ、バーニングラクラーベイルを召喚、そして一気火星を発動。なんだこのデュエル、なんだよこのデュエル、何をしてんだ俺たちは。何これ、何してんのこの人たち。足りねえ、やべ、足りねえ、うざ、足りねえんだけど、キモ。あ、でもカイトロイドがある、カイトロイドビートだ、カイトロイドビート。これ次カイトロイド引いてカイトロイド使おう。カイトロイド引いてカイトロイド出して、カイトロイド出して、あー強い。強い、それは強い、それは強い、やめて。ファイヤーボール、やばい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 。あ、あ、あ、殴られたら終了だ。やばい、ちょっと待って、何これ、何このデュエル、ちょっと納得がいかん。